フリーのメリットって今大きくなったよね。大きいね、うんうん、ボールもねフリーの人多いし。そうそうそう。ボールどこがいいですか今。今いきなりパッて評判良くなったのはテーラー。テーラー聞くね、うん、言って。テーラーはめちゃくちゃ聞くよね今。あのクラスのマキロイも飛ぶようになったって言うし、うん、それこそ工藤さんもうちちょっとテーラーのボールもちょっといただいたんだけどやっぱ飛ぶし。ありますよ。このクラスの工藤が10ヤードみたいです。すごい。平井博明のワンナップゴルフ。一応これプロト用の箱なんで真っ黒なんですけど、おお。あれちょっと待ってどうしたどうしたどうした。あ、ちょうどいいサイズだね。で消えちゃうんだ。このブラックっていうのも結構おしゃれで、はいはいはい、この箱だけでも多分売れちゃうと思うんだよね。これでも売ってないやつなんだ箱。売ってないやつです。もらってくれる、はい。で、中身が、それ、そっち違うんで。え、こっち違うの？うん。TP5 の、硬い方か、はい。で、もうプロトって入っちゃってるんで。あ、なんか、あ、かっこいいじゃん。あらららら。これ開けていいですか？開けてください。TP5X です。あ、なんかそれ、サッカーボール？そう、これは、カラーリングがこういう2種類ある。テーラーメイドの TP5X。はいはい。え、それ X？ それ赤？え？ごめん、それとこれは知ってた。この中にある？あ、そう。あ、ありました、ありました。あ、で、これがブラックだ。どんどんなくなって。ね、なんでさ、これ箱こんな長いのにボール1個しか入ってないの。これ1個しか入ってなかった。うん、1個しか入ってない。あれ、もっこりしてる。あれで、それ X で、これはノーマルで X じゃないよ。どっちの、こっちの方がちょっと硬いんね。赤文字の方がで、柔らかめで、同じ、そう、黒が柔らかい、はい、で、同じように。すごいね、これ2種類、このパターン。これ何コラボだっけ。あれだよね。サッカーボールでしょ。サッカーじゃない。なんだっけ、これあれだよ。サッカー知らないし。知らない。あと、あれって言ってなかった。なんだっけ。なんかとコラボしてんじゃなかったっけな。もともとある。ジャイアンツ？オレンジだけど違うの？ジャイアンツかな。ジャイアンツだよね。そういう2種類あるってこと。うん、ブラックと、ね。全然聞いてない。これがだから今一番評判いい。ボール？うん。で、この前。いつから？あ、もう売ってるっすか？2月の後半ぐらい。から始めた。はい。ついこの前だ。あの選手、小暮千尋選手がこれ使ってましたよ。うん、おそう、小暮千尋選手、応援してください、みんな。知ってんの？一回回ったことある。あ、そうなんだ。そうそう、これ。これが今評判。まあ、あとは引き続き、ブリヂストンも新しいボール出したし、うん、この、赤い硬いのと黒文字の柔らかいのって選手はどっちが多いの？やっぱ男女でも分かれる？そうだね。なんか黒のイメージの方が多いんだけど。うん、俺黒。で、俺なんかは、ダイヤなんだけど、うん、あの、スリコ。真ん中でしょ？真ん中のやつなんだけど、うんうん、ドライバーのスピン量で決めてる。大体。あ、なるほどね。LS とか少ないようだったら黒使うし。うん、工藤さん、これアプローチとかどうでした？アプローチはまだやってないんで、プロにぜひ。我々だとやっぱ当たるところがまちまちなんで。ドライバーは打ったっすか？ドライバーは10ヤード伸びちゃった。それやばいっすね。それ赤で黒で両方。どっちでもいいんだ。どっちでもいい。ちょっとインパクトゼロが上手くいったから。打ったやつないの？打ったやつあるよ。打っていいっすか？うん。あれ、工藤さんなかったっすか？これは褒め方次第でなんか変わったりするんですか？何これ？静電気来てこれかな。トールさん見えてるこれとこれ借りていいですか？どうせすいませんこれなっちゃうけどまず赤からいきます。おびちゃふりしたポッケ入っちゃうでしょ。そうですそうですさっき打ってから何分ぐらい経つ？でも結構経つね。大丈夫、ちょっと素振りするか、うん、逆にテーラーにする、もう一回ドライバー。それでいいの？これでいい。いいんだ。うん。40だもん、年。そうだね。うん。トル君だって40？同じですよね。ちなみにそれ何？どっち？
赤。赤。オッケー。大丈夫、ヘッドスピードは落ちないから。はい。ちゃんと 1.55 で。そうそう。きっちいよね。アイアンから打てばいいんだよ。そうだね、そうだね。上っち打ったら、あ、上っち打つわ。ね、上がってるだけで飛ぶのは飛ぶんだね。3、あれあれ違反、あれどういうことこれ。違反、違反です。見つけました、やばい。でも本当にやってませんよ、何にも。でアイアンの、アイアンで微調整始めたの。何番それ。これ P。 普通に練習始めてるやん。そうです、そうです、そうです。でもあの赤でも、うん、打感は大丈夫。あれちょっと待って、黒打っていい。あー出なかったけど、 すっごいどうしようもないこと言っていい？うん。俺多分目つぶったら分かんない。あ、本当。それぐらい近い。でも、昔って、完全にニューブリードの時代とかって、糸巻きと糸巻きじゃないのだったから、差が出すぎてたじゃん。はいはいはい。今ってそれぐらいのレベルなのかな、もしかしたら。ね。俺分かんない、多分。文字のところ、色隠したら。そうなんだ。そんぐらい、両方柔らかめなんだ。柔らかい。すごい食いつき感がやばいね、このボール。もう大丈夫だからドライバー行くね。うん、ドライバーいいっすか？はい。お、いいね。それはどっち今？これはスリクソン。違えよ、ボールで。テーラーレード黒です、今。黒。はい。コースっぽいね。いいね。まあ問題ないね。問題ないですか。うん。何やってるの。ボールの位置って大事じゃないですか。うん。関係ある。あれ今のも見ました？左足は絶対動かさないです、今の。いい。それはレッド？これは黒。あれさっきレッドか。レッド打ってみるね、次。はい、今2球とも一緒？はい。スピン量いいね。なんか、あの、安定しそうなスピン量な気がするけど、どう ?2300。うん。1.55。あら。毎日ゴルフやってるわけじゃないからね、重要だよね。そうですよ。あー、寝た。赤？赤です。なんでわかんの？なんか飛んでるから。もう一回ちゃんとしっかりデータは出ちゃってんな。すごいね。ちゃんとしてるね。打ち手。あれ？はい、ちょっと取れちゃうんで。取れちゃった。はい、置いていいよ、置いといて。どうした、いきなり。いや、ボールの位置本気で大事だから。ピッ。赤です。ああ、
ちょっと待って、やっぱ200回転減るね赤。うん、はい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 。だけど打ち出し高くて最高到達性も高い。そうだね、うん、で距離が、うん、7ヤードから8ヤード飛んでて、キャリーがね。ああ。トータルも、トータル8ヤード飛んでるね。そうだね。もう、でも、ちゃんと出る。赤の方が出てるね。まあ、スピンがちょっと少なくて、はい、でまあ、高弾道で出てるから、ちゃんと飛んでる。まあ、あとはこれが、極端に、スピンが多い人とか少ない人は赤と黒を選ぶのをどっちにするかっていうのは、重要、自分で決めていいかもしれないね。スリックスも打っていい。うん。それは黒？黒。それもポケット入れちゃうんでしょ。それはポケット入れていい。これ自分が。スリックスは黒です。はい。やばい、クイチっす。あれ飛んで、あれ飛んで。え、当たったでも。あ、ヘッドスピードも今日一番速いよ。え、ミート率下がってる。あれなんで？まあヘッドスピードが速い割に飛んでませんよってことだよね。単純に。でも。言ってんのよ、GC。テイラーのレッドと同じぐらいかなって。で、打ち出しが1度低くて、はい、最高到達点が4ヤード低いから、はい、やっぱ、キャリーが出ない。テイラーのレッドの方が飛んでるね。うん。どっちだったらブラック寄りかな。あ、なるほどね。うん。そうだね、ブラック寄りだね。あ、だからブラックなんじゃないの、それ。あ、そうですか。そう。だからこれの赤だったら同じデータかも。だからそういう差はちゃんと出てるね。ブラックはブラック。そうだね。うん。じゃあ XV にしろってことだね。飛ばしたいんだったら。そうだね。あとはアイアンのスピン量とか、まあ、あとはウェッジとかパターの打感っていうのが重要で。その、例えば XV とかテイラーのこの赤にして、うん、ショートゲームがそれを上回るんだったら変える必要ないけど、うん、でも、ショートゲームが変わらなくて、飛距離だけ得られるんだったら赤にしてもいいよね。そう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 。うん。それは絶対そうでしょ。そうですね。うん。ね、ボールってでもちゃんとスピン量と出てるから素晴らしい。全然違うね。でもなんかさっきも言ってたけど、昔みたいに糸巻きと糸巻きじゃないのっていうあれだったから打感は分かんなかった。赤と黒。打感分かんない。それ盗んでないからね。自分のやつポケットにしまっても。ちょっとでもどうすか、テーラー飛びますよね。飛ぶ。レッドがね。そう、口じゃなくてデータがもう飛んでるからね。うん、もう一回最後赤打っていいですか、テーラー。はい。これ飛んじゃったな。これ飛んじゃったな、多分。ほら、ほら。すごい。キャリー260ぐらい飛んだ。あ、今日一やっちゃったね。ヘッドスピード同じで。269だって。やっぱ、それレッド？レッド。少なくて、高弾道になるよね。なんて。で、最高到達点が高くなる。40近いもんね。これ、ボール変えちゃうんじゃない？やっぱ、え、飛ぶんだね。飛ぶんだよ。いや、明らかじゃない？けど、ショートゲームが分かんないんだ、逆に。まあ、だけど、アマチュアは飛んだ方がいいっしょ。確かに。プロでこんだけ違うってことはアマチュアもっといいかもしれない。そうっすよね。あ、もっと出る。これ今データが最高なの出たのがテーラーメイドの赤の X だね。TP5X です、うん。これはやばいですね。これ飛ぶね。これやばいね。入れるよ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 。いやー、これはさ、入れたよ。やばいよね。先々週発売ぐらいだったかな。G メンなの？入れるよ、やるよ。はい、入れたー。入れたこれやばくない？こんな違う？
なんか最近ってさ、進化しにくいじゃん、ボールとか、うん、ドライバーに関しても、飛距離に関してすごい規制があったりとか、うん、ボールに関しても大きさ、重さ、ディンプルの数って決まってるんだけど、うん、その中でうまいことやってきた、成功したパターンだよね。で、2、3年後、2年後ぐらいにもうツアーが飛ばないボールをもうそれで試合をしなきゃいけなくて、うん、PGA が先にそれをし始めるんだけど、うん、アマチュアはまだ5年後先ぐらいなんだけど、うん、ちょっと今最近で一生で今一番飛ぶボールになっちゃってるかもしれないね。ねゴルフ人生で、うん、もうここから飛ばないボールが発売されてくるんで、はいはいはい、飛ぶものがダメになってくるんで、はい、これはもう使えなくなるボールだと思っていいですよね。2年後は。なるほどね。プロ野球みたいだね。ああ、はいはい、ちょっとコースの問題もそれであって、なるほど、これ以上長くできない、伸ばせないもんね。そう、あそう、そう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 、土地、土地を変えないんで、それで難しくするっていう。はい、振ったからって。すごいわ、すごいね。お、すごくない？いやーすごいわ。ゼロ、ゼロ理論入ってます。やばい、すげえ。45、やばい。 1.55 で、ほら273。これいいのがさ、打ち出しめちゃくちゃ高くないのに最高到達点がこんなに高い。だいたいこれぐらいの打ち出し角だと30ヤード止まりなのよ。うん、で最高到達点が10度上がるのよ。はいはい、はい、打ち出しそんなに高くないのに。でもスピン量少ない。そう、スピン量が少ないのよ。すごいね、これすごいね。ほんとびっくり、このボール。300ヤードいっちゃうじゃん、夢の。うん、まあ、もうちょっと出したらいくかもしれない。これ夏だったらすぐ行くよ。おー、入れてくる、入れてくる、入れてくる。何個入ってんだろ、そこに。すごい、ハムスターのさ、ポンペのところぐらいさ、そこにボールさ、入ってっちゃってるね。これすごい。ほんとに冗談抜き。ね、俺も、すごい。工藤さんが言うからさ、うん、いや、ほんと10ヤードっすね。加藤さん、捻挫してて打ってた。そうそう、俺、ちょっと足ね、ちょっとごめんなさい。僕、捻挫してて今、ちょっと巻いてるんで、ちょっと、駅で女子高生助けたら足くじいたんですよ。助けた、階段。助けたら、うん、女子高生。スーツケース助けたのかな。もう1ヶ月以上保ってなくて、打ちたいんだけど、でも、ヘッドスピード42のアマチュアと、ヘッドスピード44のプロが打って、こんだけちゃんと差が出るっていうのは結構、信憑性高いよね。うん。ちゃんと飛べると言って、そう。ここからちょっとはプロにお願いしたいのが、はい。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約。あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。